さあ、このね、カスカベの夜の街を通り過ぎます。今回は、以前何度もね、動画にさせていただいたお店さんです。ただね、期間限定メニューを食べていたので、削除させていただいたんですよ。で、今回も、まあちょっと期間限定なんだけど、それは、既存の、メニューを食べ放題と。食べ放題というか、チャレンジできるよっていうね、メニューを期間限定でやりますので、そちらをね、食べて、チャレンジしていきたいと思います。でね、ちょっとね、クサンプラリーっていうのやってて、その撮影が終わったばっかりでね、すごく食べ過ぎちゃったから、もしかしたら、あんまり食べれないかな。1位を狙ってるわけではないんでね。あ、ちなみに1位から3位さんにはね、豪華なね、特典がつきます。それではね、向かいましょう。はい、本日行くところはですね、こちらでーす。ヘイクロワール、カスカベ店さんですね。これ、看板出てないけど、大丈夫なのかな？替え玉チャレンジって。どうなんだろう？とりあえず、ちょっと行ってみましょうか。行ってる。これ頼みましょう。じゃあ、すいません。あとお客さん取らないんで、店長多分知ってると思うんですけど、さすがにね、今ちょっと説明聞いてたんですけど、なんかね、去年ね、最高が13玉替え玉だったのかな。そんなに食べれない、3玉ぐらいが限界。で、待って、3玉だとさ、替え玉チャレンジっていうのをね、今月10月31日までやってるんですよ。まあ、他の時にも普通に替え玉を頼めるんですけど、替え玉チャレンジすると、はい、ああ、はい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 、じゃあこれで、これ名刺みたいになってる。ね、なんだこれ。これですよ。あ、そうそうそう。で、話の続きなんですけど、ね、この替え玉チャレンジっていうのをやると、醤油、あ、ちょっと待って、これに乗ってるかな、これの赤、黒、この醤油っていう3種類からね、選べるんだって。何杯でもスープ OK なんだって。一応これも乗っけとこうか。うん、見てもらった方がいいよね。映ってるかな、これ。これ、これが面白いんよ。1位になった人、ラーメン全品1年無料券なの。これ1日1杯なのかな。1年無料ってやばいよね。みんなね、ちょっと挑戦できる人挑戦して。これ俺3位でも最高なんだけど、これ。まあね、とりあえずね、じゃあできるまで待ちましょう。で、これラーメンの最初の味とか言った方がいいんですか。なんだっけ、黒で、はい。あ、喉詰まっちゃうんで柔らかめで。はい、すいません。あー、他のも頼みたいんで普通でいいです、全部。はい。あ、で、最初の一杯は替え玉じゃないから、カウントされません。あーね、だからね、みんな来て、なんでね、このお店さんに、こう結構な頻度で来るかというと、ここの店主さんね、すごい優しいのよ。学生さんにだとかね、お金がない人に向けてどうしたらいいかって一生懸命考えてる人で、すごくね、こう応援したくなるお店さんなんですよ。なのでね、今もやってるのかな、夕方は替え玉無料とかやってたしね。今はどうなんだろう。そう、結構ね、お得な時が多いのよ、このお店。だから、みんな来てあげてください。豚骨が結構強めだけど、魚介も入ってるかな。だから魚介系豚骨って言った方がいいのかもしれない。ね、杉戸の、大正軒篠屋さんとね、非常に関わりが深いお店でもあります。俺さ、テレビのさ、真下でこれ、録音してるんだけど、めちゃくちゃテレビの音を拾ってんじゃない。あ、で、先ほどお伝えしてた通りに、最近まで草
サンプラリーっていうのを、動画で配信しておりまして、まあ、こちらももしよろしかったら見ていただきたいんですけど、ちょっとね体重が太りすぎちゃったんですよ。だけどまあここもね専念するっていうのをね、あの店主さんに言ってあったんで、まあ店宣伝させていただいて、ここの動画配信し終わったらちょっと1週間本気でね配信、あじゃあダイエットをさせていただこうかなと思います。オスマークションマジで画質綺麗だね。あはいはい、すいません、はい、ありがとうございます。あとあれってあります？なんだっけ、あの漬物とかニンニクですかね。はい、いやーこれよこれ、ああこれが黒ですね。うん、ヘイクロの黒。ちょっとできるだけね、ラーメンをズームしたいんで、まあ顔はここからなしになしするんですけど、よしじゃあねとりあえずねいただきましょう。ちょっとね時間制限が60分なんで、今回はねズームなしにさせていただきます。うん、でいただきます。柔らかめにしたけど食いやすい。あこれ階段もいける。今までね固めで食べてたのよ、喉に詰まっちゃったのよ3玉目ぐらいに。これつまんない。うん、いややっぱうまい。うん、まずは何も入れずにだよね。うん、これね細麺なんですよ。混ぜ麺は太麺でね、この前混ぜ麺食べたの結構量が多かった。うん、すいません、替え玉いただいていいですか。柔らかめでお願いします。マジ柔らかめいい、喉に詰まんない。でこういうのもね、あの無料でねいただけます。漬物ですね、この漬物ね、すっごい評判なんだよね。うまい、これやっぱうまい。あーすいません、はいはい、ありがとうございます。ヘイクロ黒が麺を増殖しやがった。マドハンドみたいな。仲間を呼んできたみたいな。今度ねニンニク入れましょう。うん、ああうん、これいい味になったね。これならもう頼んどこうかな。あすいません、もう早速頼んじゃいます。赤で替え玉ください。はい、あ柔らかめで、はい。うん、チャーシューも結構分厚いね。その黒赤醤油って選べるんですよ、この替え玉チャレンジ。うん、全部紹介させていただきます。それがね普通のメニューだである3つだから、うん、まあ、どれね食べたいかっていうのね、こう視聴者さんもねお選びいただけると思うんで、そっちの方がいいかなと思います。あはい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。今度ね赤が来ました。写真ではねちょっと違うんだけどね、あのチャーシューとか海苔とか乗ってないから。うん、だけどこれはこれですね、ちょっとねピリ辛な感じです。なんかすごい辛い匂いがする。一回食べたことあるんだけど、その時辛くなかった記憶があるんだけど。あ辛っ、でもニンニクもすごいしっかり効いてる。すいません、また替え玉柔らかめで。あこれこれこれはこれでうまいね。個人的な感想で、うん、赤は何も入れない方が美味しいかも。黒はこのねテーブルにあるニンニクと魚粉っていうのがあるんだけど、これ黒に合うと思う、これ個人的な感想ね。あとこのラーメンのね返しのタレがあります。また今度は赤が麺を増殖しやがったぞ。ちょっとこれ入れてみましょう。うん、これ赤に合いそうな気がする。うまいうまい。赤さ替え玉入れていくとマイルドになってくるかも。うん、辛さがね、辛さがマイルドになってくる。あうまい。いやマジもう最近収録で食いまくってたから全然食えねえな。うん、この赤はさ直接辛さが来る感じだね。替え玉頼み続けてるとちょっと薄くなってくるね辛さが。それを返しとか魚粉で味を整えると結構いい感じになるかも。動画で紹介したいんで、あの次醤油で、あの柔らかめてください。はい、で見てもらうと分かるけど、こっちあの背脂がね黒より多いと思う。
やっぱいろいろ研究してるね。ここにさ書いてある。え、10月3日で3日目なのにまだ1位が2枚なんだ。杉戸町森そばテル、いやー宣伝してんだ。よし、醤油がね届きました。こんな油がすごいこってりなんだ、面白い。ちょっと箸折り方間違えたな。よし、じゃあちょっとねいただきましょう。あ、すんげえさっぱりしてる。何これ、これ間違いない、魚粉だ、絶対うまくなるこれ。そう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 、今食べてるのがこれです、醤油ラーメン。うん、すんごいさっぱりしてる。うん、あ、すいません、最後に1個だけ替え玉柔らかめで。はい、よし、じゃあ最後はね自分が一番好きな黒で食べよう。うん、でもこの醤油ニンニク入ってないのよ、よく考えてんな。豚骨といえばさ、なんかそのニンニクとか紅生姜とかさ、たくさんあるけどさ、ニンニクが苦手な、例えば彼女と一緒に来てもいいよね。うん、醤油食べてもらえばいいからね。よく考えてんな。さっきの方5杯だったんですか。もう一回頼むかね。あ、でも時間置いちゃったからあれだね。やっぱ汁がなくなってきちゃう。うん、ごちそうさまでした、うん、すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、もうお腹いっぱいで限界なんでギブなんですけど、あの次回も挑戦することってできるんですか。あ、この期間の間に1人1回、あ、大丈夫なんだ。あ、じゃあこれであのとりあえずギブ でここって自分の下の名前になっちゃうんですかね。みんな名もない男って言ってるんで、名もない男って書いていただくと多分入ってきた人、あ、あいつだってなるんで。すいません、今ね、店員さんに聞いてみたんですよ。もうねお腹いっぱいだから限界だと。うん、期間中これね、替え玉チャレンジはね10月31日までやってるんですよ。だから期間中もう一回チャレンジさせてもらっていいですかと。昨日食べ過ぎちゃったんだよね俺。うん、したら何度でもいいですよっていうことで、次回はねちょっと3日間ぐらい食べずにその後に食べに行きます。替え玉チャレンジの1位から3位まで載ってるんだけど、この大人部門に多分現状だと私乗ることになります。 YouTube 名でねそのまま乗るようにお願いしたんで、あのご興味ある方はね見に来てください。あの男ふざけんなって言ってあのチャレンジする人が現れるんだろうなと思ってね、あの YouTube 名で載っけてあるんで。はい、じゃあヘイクロワールさんありがとうございました。あ、ね、もう言うことがありません。もうね、春日部豚骨ラーメンといったらなんかねここかなって思う。豚骨ってなっちゃうとここなのかな。豚骨醤油だと違くなってくるんだよね。だよね、そんな気がする。だ、豚骨味噌、豚骨醤油とか色ある、いろいろあるじゃない。豚骨ってなるとここかなって思います。今次こんな人気使ってあの頭隠してってくれたけど、あの大丈夫ですよ、モザイクかけるんで。ということでね、本日の動画は以上になります。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。